はい、どうも。最近ハマっている万年筆についてちょっと語っていきたいと思います。最近始めたんですけど、こちら、ラミーのサファリですね。万年筆の入門としてちょうどいいということで、ネットとかで調べて買ったものです。こちらがパイロットのコクーンですね。まあ、値段で言うと、コクーンのが3000円ぐらい、こちらが、5000円ぐらいで、両方とも銀座の伊東屋で買いましたかね。で、こちらは本店の万年筆コーナーで買ったんですけど、まあ、高いのを見ていたんですが、すごい混みすぎていて、まあ、待ち時間長かったので、まあ、自分で、分かる範囲でちょっと試してみて、まあ、良さそうだなと思ったのを買いました。色がですね、いろいろあって、何にしようかななんて迷っていったりしたんですけど、限定色もありますし、まあとりあえず無難で黒みたいのを買ってみました。で、コクーの方は、銀座の伊東屋のそのマネースコーナーにはなくて、ちょっと安すぎるのかなと思ったら、別館の3階、2階かにありまして、あ、1階ですかね、ありまして、まあ、聞いたら、ありますよということで、試し書きを、まあ、さらっとして、こちらもそんなね、値段高くないので、さっと買ってみました。で、入っているものが、ブルーブラックのインクいただきまして、カードリッチを刺した形ですね。で、一応ネットでいろいろ調べたんで、事前にコンバーターも一応買いまして、使い切ったらいろんな色を試してみたいななんて思ってます。で、こちら、ラミーのサファリの方は、まあ、個人的にはですね、書いたのを比べるとこちらの方が書き心地が良くて、まあ、あっという間にブルーのインクを使い切りまして、まあ、インクを入れ替えたりしてます。こちらをコンバーター、こちらも買いましてね、入れています。で、まあ、とりあえずコンバーターも買ったんで、インクも入れ替えようということで、こちらですね。色しずくの、冬将軍と、まあ、色しずくの山栗を買ってみました。冬将軍はですね、ちょっと入れてみたらなんか薄くて、まあ、せっかくのサファリの書き心地がちょっとなんか感触がなくなっちゃった感じがしたので、今は濃い色の山栗を入れています。で、まあ、なんかね、調べたら、ノートといいますか、紙の方も非常に重要だみたいな話が書いてあって、こちらの、ちょっと、抜けますかね。ライフ、ノーブルノート、CD ノート買いまして、こちらと書き比べをしたりしています。これに昨日届いたんですけど、万年筆の動画をやられてるね、タカさんって方がすごいおすすめしてるトモエリバーの A4 のノートパッドも買ったりしています。そうですね、今のところペンの書き心地はサファリが一番気に入ってますかね。で、紙の書き心地は、まあ、こんな買ったんですけど、最後に買ったトモエリバーがやはりおすすめされてるだけあって、すごく、まあ、薄いんですけどサラサラしている感じですね。で、ちょっと、せっかくなんで書いてみましょうかね。トモエリバーの、こちら白ですね。これ白とクリームなんで、ちょっと
色が微妙ですけど、微妙な差ですけど、下が、直に使うだと結構口割りそうになって CD の音を下敷きにするみたいな贅沢な感じにねしています。よいしょ、ちょっと書いてみますかね。でこちらが山栗、まあ、色しずく、山栗ですね。色しずくの山栗と字がねもうちょっと綺麗だといいんですけどね。こちら見てわかりますかね、ペン先もよいしょ少し揺れちゃう、見えますかね、ペン先も黒いんですよね、かっこいいですよね。他なんか好きですね、他の色のペン先どんな色なんだろう。白赤のがありましてね、それとちょっと迷ったんですけど、使ってみてます。まあ、このサファリが一番僕なこの色も濃い、まあ、濃い色を使った場合ですけど、まあ、こちらの方が、まあ、カリカリどうなんでしょうね、好みがあるのかな、好みで言うとさらぬめぬめってよく表現するんですけどね、ぬめぬめの方が多分ね、カリカリした方が好きって方いるんですよね、きっとね。自分はなんか、なのでこう、そうだ、両方とも、これ M、二分は M なんですよね。こちらもサファリですね。M 二分で、ちょっと比べると分かると思うんですけど、コクンは M の割にそんなに太くないですね。太くない。最近漢字を書いてないので、出てこないんですよね漢字がね、とかなんかと勢いでなんか書いちゃったりしてミスります。グッと太く書こうとしてもそんな太くなんないですよね、これね。グッと言ってもそんなに太く入らないですよね。でこのともえリバー薄いんですけどね、全然裏に映らない、まあ、透けてはいるけど通らない感じですかね、書きやすいです。
こえるのかな。画角と角度。研究しないとね、と研究。そうね、こうやって勢いで書いちゃうんですよね。せっかくドットなのに斜めに書いちゃったしね。ちょっとね、やっぱカリッとするんですよね。まあ、そろそろ試し書きして2、3万ぐらい。まあ1万ぐらい、1、2万ぐらい。ともえびはとサファリとクオンの、まあ、とりあえず、万年筆始めて2週間ぐらいですかね。どうですと。ということでね、今回は万年筆のサファリとクオンと、あと、まあ、この CT ノートと、ダイフの紹介できてないんですけど、ホモエリバーの紹介の動画でした。ちょっとね、見づらいとこもいっぱいあったかもしれませんが、少しずつ続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。